さあ、ヒカキンさん食べます。うん、さあ、いかがでしょうか。ニンニクが効いてる、うまい。やっぱニンニク相当効いてる感じですか。相当効いてます。そう、これ生ニンニクをすごいスライスして、1日に 2、3キロスライスして、それであの全部あのガーリックオリーブから全部作るんですよ。だからニンニクの匂いがものすごいんですよ。ニンニク好きなんで絶対チューできないですよ。あ、そうか、だから最初に断ったんですね。そう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 、これ食べた後はチューできない。パンキンに来たらペペロンチーノを食べましょう。おお、出ました。パンキンおすすめです。ありがとうございます。これ葉っぱの味がするよ。すごい葉っぱの味がする。葉っぱです。葉っぱ食べてる。早くこれ食べてください。ジェットさん、豚生姜焼きをまた頼みました。豚かな。豚です。あ、そう。もうちょっと引っ張ろう。ごめんなさい、すいません、すいません、すいません。ジェットさんのレポート気をつけないと、あの矛盾したことを平気で言いますからね。マヨネーズたっぷりなんですよ。生姜焼きって言ったらね、キャベツとマヨネーズだね。このコンビネーションがすごくいいわけですけど、いただきます。柔らかい。この端っこの方の脂身がすごくいい感じで、それとマヨネーズのこのね、まろやかさがね、包み込んでくれて、甘辛いね。生姜これだけたくさん乗ってるからね。そうですね、結構乗ってます。これもだってさ、箸でつかめるぐらいの生姜焼きってあんまないよね。ほんとすごいな、これ。こんなだよ。残すでしょ、みんな。あ、残しますね。ただそのぐらい入れないと味が染みない、うん、染みないので。えらい。それで生おろしを全部使ってます。そうだ。いや、この間ね、あのこれ食べてる動画アップしたらさ、あのコメントが来たのよ。はい。これで900円高くないっていう生姜焼きで。いや、まあ、東京だったらそんなもんだし、むしろ安い方かもしれないなとか思ってたんだけど、これだけ生姜乗せるってね、めったにないですよ。すごいですよ ね、 ね、食べてくれじゃなくて味付けの飲みですからね。うん、ほんと気が利いてるというか。秋葉さん言わない、言いませんけど、なかなか結構こだわってたりするんですよ。ちゃんと言った方がいいよ、こういうのは。キムチもあの、なんだっけ、天下のやつ使ってるとか言わないけど、キムチ来たよ。この間もですね、ちょっと食べさせていただきました納豆キムチパスタですね。もうレビューはちょっとしません。あの柚木ひろみさんがですね、あのバッチリのレビューをしてくれたのでもう大丈夫です。これ美味しいですよ。あの秋の新メニューかと思ってたら、実は前からあったっていう、ことでした。というわけで、ここでヒカキンさんが目が点になってます。カメラの撮り方がすごいなと思って。ああ。バイバイ。バイバイ。出会いました。